皆さん、こんにちは。女子服大好き緑川です。セーラー服で通学体験する関東編。本日は埼玉県の寄居駅へやってきました。まもなく寄居に到着します。お出口は右側です。右側、すべてのドアで開きます。お降りのお客様は、お近くのドア開きボタンを押してお降りください。JR 八高線を寄居駅で下車します。寄居駅には八高線のほか東武東上線、秩父鉄道が乗り入れます。いろいろ考えた結果、次は正面に見える秩父鉄道へ乗車したいと思います。この先の八高線はまたの機会に。一旦改札口へ行ってみましょう。今日は11月の平日のはずなのですが、とても混雑しています。この寄居駅は秩父鉄道が管理している駅。ここに券売機が集約されています。この秩父鉄道は大幅なダイヤ改正を行い、寄居から熊谷方面の本数が増えました。この理由についてはこの後ご紹介いたします。やはりホームはすごい混雑です。そして先ほどやってきたのは秩父鉄道の貨物列車です。そしてこの貨物列車の存在が秩父鉄道が営業できている理由の一つであります。秩父鉄道は埼玉県の羽生駅と三峰口駅を東西に結ぶ 71.7 キロの路線です。その営業キロの長さは地方私鉄でも京王や京急など大手民鉄に匹敵します。今回は熊谷方面を目指そうと思います。秩父鉄道は単線のためこのような列車の行き違いが多くあります。この列車の運転は運転士さんがドア操作を行うワンマン列車でした。発車サイン音はありませんので、乗車の際は十分に余裕を持ちましょう。列車は桜沢駅に到着です。1989年に開設された駅で、駅の乗車は460人です。列車行き違いのため、しばらく停車することになりました。秩父鉄道の注目点は行き違いの最中に発車できることです。やってきたのはパレオエクスプレス SL を使った観光列車です。後ろには国鉄で活躍した12系客車を連結しています。実は本日11月14日は埼玉県民の日だったのです。特別な1日乗車券が発売されていたので、平日でもこのように混雑していたのです。そして埼玉県内の学校はお休みです。私もその恩恵を受けたのでした。ここ
ここで秩父鉄道の始まりについて振り返ってみましょう。開業の歴史は古く、1901年に寄居駅と熊谷駅間が開業します。これは信越本線の全通より8年後であり、東上線の開業より24年前、八高線の開業よりも30年も前のことでした。次のお前田駅は1901年に開業した深谷市の駅です。駅の乗車は512人です。この駅でも列車の行き違いで停車するようです。反対側では急行秩父路が通過していきました。これは秩父鉄道の6線系です。西武鉄道の新101系を改造したものです。次の深谷花園駅は2018年10月20日に開業した駅です。2022年10月20日にはこの駅前に深谷花園プレミアムアウトレットを三菱地所グループが開業させました。これにより秩父鉄道もダイヤを大幅改正させます。運行本数を 1.5 倍に増強したのです。ご覧のように寄居駅からの乗車は好調のようでした。関越自動車道の花園インターのそばにありますが、今後は秩父鉄道にも良い影響を与えることを期待します。この深谷花園駅には先ほどの急行列車のほか SL パレオエクスプレスも停車します。寄居駅から熊谷駅を10分から20分の運転間隔で運行させるダイヤ改正は攻めのダイヤ改正と言われています。長田駅は1913年に開業した駅です。駅の乗車は208人です。余談ですが、緑川はジャンクの楽器で一人でバンド演奏する YouTuber の永田さんを思い出しました。秩父鉄道の見どころは使用している施設の年季の入り方です。利用の際はその歴史の深さを感じてみてください。緑川は電車に乗るとついついこのように外を眺めてしまいます。今目線はどこに行ってましたか？よかったらコメント欄で教えてください。外の景色、運転席のケーキ類などどんな場所でもあなた次第です。ちなみに私は線路の遠くを見ていました。そうすることで線路の歪みなど他の場所との違いを感じることができます。そしてある時は全体的に変化を見るように教えられました。次の竹川駅は1901年田中駅として開業しました。この駅は秩父鉄道にとっても重要な駅の一つです。このように貨物列車が待機する側線が多く設置されております。
牽引するのは、デキと呼ばれる機関車です。100の、200の、300の、500とあり、貨物の牽引に使用されています。この竹川駅でも列車の交換が行われました。通過したのは東急田園都市線で活躍した8500系です。秩父鉄道では7000系となっています。それでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。本日もご視聴いただきありがとうございました。